キュンキュンハロー YouTube 明けましておめでとうございます。ゼロフットサルパーク堺東の方に来ております。ここはいろいろ小猿とかやってますんで、ぜひ皆さん使ってみてください。第15回サッカー負けたら即レジャー国ランダム移動サッカー対決。じゃあ早速皆さんお呼びします。来てください。チームマキヒカの皆さんです。よろしくお願いします。なんか全員久しぶりですね。全員っていうのは確かにうん、キジが仕事始めちゃってね。キジさんの余談いいですか。群馬行ってお金なくなったんで、仕事始めたっていうのはまあみんなもう知ってると思うんですけど、それでもまだお金ないっていうことで、ガス代あえて払ってないらしいです。いや別に夏なんか水でいけるし、シャワーとか賢うち IH やから、ファールでお湯沸かしてってことこう。いや熱湯やさ。ゼロとか J グリーンでシャワーするし賢撮影終わりにしっかり洗って帰る。高いよ。そうか、じゃあ洗うから家で洗うんでいいんか。そう別に賢まさかがんそっから賢ないやん節約そんなんいいんですよ。前回ですね、巻き下王というのをやりまして、炎上選手が負けちゃいましたので、今回炎上選手がやり返しの企画を持ってきたということで、どんな企画するんですか。知ってんな。徒競走じゃん。徒競走やでしてくれ。徒競走負けるやろ、お前。記事おるやろ。やめろ。今日は僕、素材一やってますんで、まあ、ちょっと素材一ボールあるということで、でも僕は攻撃の選手なんでね、今日は。はい、うわ一番キーパー下手なやつ飛ぼう。わいい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。これ言うわ、うわ、かっちげえやん、俺。待って、審判すか。全員が人に向かって蹴ります。で、一番失点した人は飛びましょう。今回は審判はなしですね。審判とかのあれはなし。はい、審判です。キーテム問題はどうします？じゃんけんで取ろう。じゃんけん。おー、じゃんけんしよう。そういうこと？そういうことができたら欲しくなってくるね。そうなってくる。意地悪ができるやったら欲しくなってくる。片手ずつ。片手ずつじゃんけんしよう。取ろう。右手欲しい。はい。はい。僕左手。左手欲しい。左手も欲しい。最初はグーじゃんけん。はい、これでしょ。うわーでかい、これでかい、マジで。最初はグーじゃんけん。よし最初はグーじゃんけん。はいはい、これでしょ。はい、これでしょ。しょちょっと絶対取らすな。エンゲに絶対取らすな。最初はグーじゃんけん。はい、これでしょ。よし両手や。両手や。ちょっと長なんも最悪や。守備範囲となる企画持ってきた人強っ。よしよし、貸したくないです。お前は確かに。で、ルールがイングランドですかね。はい、さあ、小枠じゃんけんほい。うわー、ここ勝たんでええがな。じゃあ、ちょっと勝たんも勝ってもだって。最初はグーじゃんけんほい。はい、これ一緒。はい、これ一緒。はい、これ一緒。最後か。最後。みんな体温まってくんで大丈夫。俺最初。ああ、そうやな、最初やな。俺3番。4。5。6。もう、マキボコボコにしてみんなで安心してプレイしようよ。あー、アリス。それはアリス。それはアリス。だから逆にオキシエンに俺ゆるくしてよ言えるよね。オキシエンにゴロ蹴ることによってオキシエンにゴロしてみたいな、そういう駆け引きとかもありってことですよね。確かに。ほら行きましょう。マキシカチューブ。キリ、とりあえず枠内に絶対入れよう。ダメージ落ちたら最低限ええから上げときます。ダメージ顔倒すとかボールが当たるとかちょっと精神的に嫌だなってダメージ与えたら、あいつハイボール無理じゃん、肩やってるから。じゃあそれで枠の届いて落差せんのが一番しんどい。そんなのもあいつ狙えるそれはリョー君とか炎上健介とかオキシュンがやればいい。じゃあ最初のやつとりあえず最低限枠でマキを寝転ばせる。寝転ばせる。ボール重っ。爪なしですよね。まあこれ入らんと。炎上選手この企画で爪ありですか。爪なしです。爪なし。はい、あ、もう一回やるじゃん。無理。あ、ルール知らなかった。ルール知らんかった。今決まった。無理無理。サンダ、立ち上がりよ。まず行きましょう。いやー、まずやんな。うん。おしゃれ。怪しい、何や今。怪しいよ。梅ちゃん頼んだ。蹴り慣れてるやろ。ゼロやったら、まあまあやばいよ。やばい、やばい、やばい。僕にゴロ打った人は、僕ゴロ蹴り返します。ゴロでした。違います。そんなんさっき言ってや。ゴロ蹴ったらゴロ蹴ってあげるよ。さっき言って。ごめん。言ってるやろ。おう。よし、3人目。ゴロで決めて。ゴロよ。よし。よーし。よーしゃー。1。え？よし。オキシュン頼む。オキシュン。
っと待って、りょうくん位置決まってるからちょっと刺してきてるで。あ、刺してちょっと刺してきてるで。りょうくん、顔面や。顔面や。顔面や。できるだけ真横。いきます。うわっ、うわっ。あっ、パス悪ない。あれいい、あれいい。あれいいらしいわ。あれいいや。俺1番目やからの。パス悪ない。基準それなるわ。裏豆、了解。ラスト。2位はでもいけるな、2位は。まあまあまあ。結果、マギガ選手2点です。おう。肘弾丸や。決めろ。キーパーや。でもここで2位はいけるよな、この残りのメンバー。2位は行こう。エンジョ君抜けや。抜けや。抜けだよ。うわ、エンジョ抜けだ。よっしゃ。グローブ抜けたから誰か。グローブ。グローブ絶対かさ。おう。三番誰ですか。しょ。さあ、ここやで。これやこれや。ここや。ここやで。俺マジちゃんとやろ。これで、あのシュート下手な人は聞いて。この記事がキーパーって。だからみんなで決めるわ。全員で来い。協力して。で、一二三四五六。4! ここです
最高最高強くなったパスがグローブ外してるの忘れねえなナイスボールやったあかんあかんバックだけだこれ決めるオプションも全国なしですありがとうございます今だって記事がさ最下位になってるから頼むわここに今でも記事が言うことは自分決めな自分決めたら乗るかな俺が一発目決めたい絶対決めてるこれいいんすかいいのここ行こうここ行こうコーラゼリーおお何これうわぁ応援しろよ、お前、仲間を梅ちゃん大丈夫、いけろうわぁすげぇうわぁえぇえぇこれ、ゆうべちゃんトラップ、ほんま難しいと、最初通り全員決めて集中
してんのよ。何してんねん、クソが。カメさん抜けです。よっしゃー。いやー、よかった、耐えた。りょうくんと、もう怖かった、めっちゃ怖かったね。マキシカチューブ。最初はグー、じゃんけんほい。先行。どうする、どっち行かす、全国。確かに、うん、俺ら次第やもんな。俺使いたいかわかん。もう使いたい。俺使いたい。おう。ナイス。うわ。うげえ。次体重一番軽いやつ飛んでな。では、キーパー選手権で最下位だったキーパーの免許を持ってるキジさん、ライセンス持ってるんですよね、キーパーの。確か持ってる持ってる。では、スイッチお願いします。関西頼む。マジでちゃんと遠いとこ行け。関西頼む。分かった、山。ええ歌やなこれ。スポーティファイで電かな。いやー、す頼む頼む。神奈川県。遠いな遠いな。中華街。当たりや。全然当たりや。どこが当たりやで。当たりや。めちゃくちゃ当たりやん。楽しいとこ全然行けるやん。中華か中華街行ってもさ、もう中華か中華街。中華ちゃう。中華。中華お父さんレンガ倉庫やろ。レンガ倉庫って誰が赤レンガ倉庫。赤レンガ倉庫赤レンガ倉庫赤レンガ倉庫違うよ。赤レンガ倉庫違うよ。じゃあ、僕が神奈川に行ってる映像はこちらです。今朝5時なんですけど、横浜着きました。こんな朝早いのに人いっぱいですね。セリエ A の試合見に行ってきます。川崎へ行きました。せっかく川崎来たんで、有名な美味しいご飯をもう食べていきたいと思います。じゃあ行ってきます。せっかくなんでね、川崎来たっていうことで、川崎フロンターレの本拠地、ちょっとスタジアム見に行きたいなと思います。到着しました。等々力スタジアムです。結構広いですね。川崎なんで、あの選手に会えました。でかもいちさん、おはようございます。ということで、いろんな名所を巡れたので、大阪帰りたいと思います。ありがとうございました。